私も太鼓の周りに集まって、一緒にいつものように毎日のように太鼓を当たり前のように打ってっていうことが、ある日突然当たり前のことではなくなりました。そして不安な、どうしようもない、わけのわからない何日間が過ぎていって、やっとみんなが集まって、また太鼓を輪に並べて一緒に打ったその日に、この曲が生まれてくれました。イレブンという曲です。この曲はこの2011年の3月11日からの未来を、こうして今生きている私たちが、私が何ができるのか、ここから未来に何をつないでいけるのか、そのことをこの曲が、この歌が私たちに打つたびに伝えてくれているような気がします。この曲をみんなで、そして子どもたちも一緒に打って、たくさんの方たちにこの音を、思いとともに届けていくことが、今私たちができることだと思っています。それが祭りをつないでいくということだと思っています。大昔からこの地球にはいろんなことが起きたかもしれないけど、でもその都度祭りをつないできてくれた人たちがいて、今私たちがここにこうしているだとしたら、この2011年から先の未来を生きる私たちは、ここにやっぱり祭りをつないでいきたい、今日こうして出会えた皆さんと一緒につないでいきたいと思います。子どもたちも今日のこの演奏のために本当によく頑張ってくれました。それは私たちもこの子どもたちも精一杯自分でできることを力の限りにやれば、声の限りに歌えば、必ずその思いが届く、そのことを子どもたちも分かってくれてるんだと思います。皆さんの心に届くように、そして旅立っていった大切な魂に、皆さんにとっての大切な方たちへも届くように、精一杯精一杯打たせていただきます。どうか皆さんも一緒にいてください。ありがとうございます。